FNCS グランドファイナルやっと始まるぞありけんクラスに一人はいそうなデブチャンネル1位は普通にじゃあマジで世界大会なんだやっぱそういうさサブストーリーがないとつまんないよな日本人で世界大会行ったらすごいぞマジで何位までいけるん1位らしいようちのリスナーが言うにはあ2位もなの優勝候補教えてくださいルナペポじゃないじゃあちょっと賞金見ていこうかちょうど飯も食い渡しこれいくらもらえんだ出てみるんだこれあ1、10、100、1000万、10万、100万400万ドル400万ドルは嘘だな400万円か1人200万円かええー、なほんまにアリケンさん FNCS 見れなくなりましたおじいちゃんの家に行かないといけなくなる大丈夫俺のツイッターからアーカイブ見れっから普通に動画もあげるし安心しておじいちゃんに会ってこいいってらっしゃいデブチャンネル FNCS グランドロイヤル1位になれば世界大会それでは見ていきましょうビクロイ目指してせーの大正解絶対ダメもう意味がわかんないもん一回知れあ出たあちょっと皆さんゲームイズに入ったらしいですよウィッケシー君ちょっとゲームイズさんも見てるかもしれないゲームイズさんねウィッケシー君ね頑張るみたいなしやもうそうださあアリス君のね組んでねゲームイズさんあどうもどうもゲームイズさんあずちゃすウィッケシー君ね入ったからね頑張ってほしいよねゲームイズ多分動画とかもこれからバンバン出ると思うからな頑張ってほしいあーボブメイシエ来たボブとね一緒にねこの前ねスマブラやろうよって言ったらねごめんアリケン FNCS が終わったらまたやろう俺今回の FNCS 本気なんだって言われてごめん俺もお前のこと応援するって約束したんだよねあーでもさすがだねルナペポアンチ入ったねさあ周りにはアルベドジャイモウィッケシーアリスリドルボブメイシーもいますとこれでかすぎだろこの家こんなに資材使って大丈夫あこれ2世帯住宅だウィッケシーたちのパーティーとアルベドさんたちのパーティーが2世帯住宅してるわマウフィン死んだあほんまやでもドッキンさんは生きてるよさあどうなるかさあボブたちもまあでも結構いい順調なんじゃないのかさあ頑張れボブボドカさんも見ているぞさあメイシーがここはアサルトライフルのゴッドエムでやられてしまったさあ蘇生は通りそうだがここ穴が開いてしまったがボブ強気のガチ生いいですねガチ蘇生ですこれ今日和りそうな部分だったんですけどねさあボブの心の強さ出ましたさあ目の前にさあ敵がいるぞさあワイルドオーク目の前にはヘンスとネイカーの2人さあサザシンガーを打って倒したいがワンボックス突っ込んできたしかしここはワイルドホーク落ち着いて目の前の敵をキルしていくさあここで相手側突っ込んでくれるのは嬉しいですねさあしかも皆さんアンチ見てくださいワイルドホークに寄りましたこれは美味しいですよさあ物資を拾いに行きますワイルドホークミストもあるのでむしろプラスなんかこのアンチ難しそうだねこのクソでかい塔がうわーこれむずいねこれ上に登らないといけないアンチなんじゃないのかこれここ登るのしんどいぞこれあっち側になったらやばいあっち側にアンチが行ったらやばいねだいぶさあシンクは移動がすごい遠いねこれどっちのアンチだこれあこれあっち側だねさあ山の上のアンチはさあ解除されましたさあメイシーボブが落ちてしまった残るアリケンサバーワイルドホークとさあシンクたちかさあレイナが移動してるところをさあ誰かが落としたさあワイルドホークのエイムがゴリゴリですさあそしてアンチ移動をしないといけないジャンプパッドがないのでさあこの高いところから降りるのもさあ至難の技いやシンクの文字がもう見えないね落ちちゃったかなシンクさあワイルドホークここは落下ダメージなしの特性を利用してさあダメージを食らうが落ち着いて下を取っていくさあサブマシンガンいいエイム打ちかましていってるが横からこんにちはワンボックスに入られてしまったさあワイルドホーク中盤死してしまったが残ってるのはクローザーさあ目の前にアイテムが1本落ちてるがさあミストだけを取って一度アンチ外に逃走していきますさあこれクローザー頭がいいですねできるだけ順位を稼ぐ動きさあいいですねさあゲームイズコンビも暴れているアルベド・レイニーも暴れているさあ上からピーターパンここはレイニーさんが前の方を走ってさあ相手を押していくさあラビット Z がやられていく
さあレイニーさん金のショットガンを持ってどこまでいける。残り9パーティー。さあ目の前、うまー、目の前突っ込んでしっかり資材をゲット。さあそしてダウンもアルベドさんは見つけている。さあ横から一人人がやってきたが、ここはアルベドさんたちが有利だぞ。一度後ろに来てリロードの時間を稼ぎます。チャグスクを使ってレイニーさんも生き残っている。さあ下からのエイムがすごいが、さあ資材がない。アルベドさんも資材ゼロ、アンチ外で耐久している。さあ下はケンタチャンネルが、ファックスボックスが降りてくる。さあ韓国のエイム、ファックスボックスローグラウンドで暴れているが、弾がない、弾がない、弾がない。さあ資材は残り3個。ミニポー落ち着いて飲んで、さあエイム君がしっかりと生き残っている。さあ資材がないので下のアルベドさんを撃破。さあアルベドさんが川に流れていくのを尻目に倒していくが、ここは2人ともやられてしまいます。さあ残ったのはミリム、スイッチ、レイニー、ザゴー、ミリム。さあスイッチがアンチ外に行っている。上にいるのはザゴーとミリム。さあスイッチたちを倒して、違う、誰だ。さあスイッチが最後アンチ外から走ってきているが、さすがに2対1、しんどいかスイッチ。さあミリム、ザゴーが勝ってしまうのか。おっとなんだこれは、踊っている。グランドファイナル1試合目勝ちを確信、歯茎を出している。そのまま歯茎でビクトリーロイヤル。1試合目勝っていったのはアルバチーム、ザゴーとミリムが、ビクトリーロイヤルおめでとうございます。さあ残り9パーティー、できるだけ少しでもいいからチーム稼いでいきたい。さあ残り資材木しかないので、さあ目の前建築してできる順位を稼ぎたい。48ポイント。ここは負けないように圧をかけていく。さあしかしもらったダメージの方が多い。さあ戻りアンチ、シンク順位をできるだけ稼いでいる。さあ目の前エイムがいるが、ここは倒しきれなかったが順位は上がった。現在50ポイント、2試合目にしては上々なポイント。ここは一か八か降りていきます。さあシンク立ち回りがうますぎる。グラップラーをゲット。残り4パーティー、もうどうすることもできないかシンク。さあギリギリいいところを見つけた、ミニポー飲んで。さあ順位を一人で上げている。一歩立って、さあ真下の人間の一人倒して、うわー、キルが入りそうだったか、ここは入れない。上からルイサラたちが突っ込んでくる。さあゴマを倒して、さあミヤもアンチ中にいる。さあ残り 2v2。 さあ上にいるのは、さあ GSK トリ。さあここはそのままトリが勝ったが、さあシンクナイス生存だね。今のはポイント稼いだね。だいぶみんなやってんだな。俺がスプラトゥーン始めたら教えてね。優しく教えてくれないとやめるからね。もう最初に言っとくわ、やめるか、これからの人生は俺イカゴしか喋らなくなるからしか言わなくなるから、ね、ペポがいき、どっちも生きてるわ。さあルナペポン36ポイント。さあここの試合で結構ちゃんと稼がないといけないが、後ろにはシンクたち怖いね。さあ後ろのシンクたちがすごいやり合ってるが、逆に他のところからも一気にやれる。さあシンクオントップ落ちてしまった。さあレンがシンクを回収したいが、ここは諦めてアンチシンクを選択、シンクを置いていきます。さあなんだこのエイム、やば。さあレンが一気にレーザービーム。さあ生き残れるか、ここは被弾でやられてしまう。さあペポアンチ外なのでダメージが痛すぎる。さあ一度外に出て、さあルナたちに行きたいが、ルナもまだ入れていない。さあここはレーザービーム。さあルナペポ頑張ってるが、アンチに入るの難しくないかこれ。うわーやられていきます。さあシュンシャンとワイルドホークが残っている。ねえアンチゴミだね、ずっと川だわ。さあワイルドホークもいいところ飛んでいる。さあ被弾なしで、さあ移動ができている。やっぱこういうところで被弾しないのがうまいんだろうな。さあワイルドホーク、さあシュンシャン残り HP71、 1人になってしまった。さあここでシュンシャンやられてしまう。さあワイルドホークチームがいい感じだぞ。いやルナペポ、いや結局ねああいう風に系統をもらっちゃうからね、もう運だから、ね、うわ。さあウィッケシー、さあゲーム以前入ったノリノリウィッケシーをワイルドホークが倒していく。なめるな、俺は
リードオールだぞっていうエイムですね。これさあ、目の前の敵ローなのは分かっているが、ワイルドここは倒さずにアンチードを優先。誰からも撃たれずにしっかりとアンチードを決めていく。このアンチードでダメージ食らわないの偉いな。さあ資材もここは半分越したか、いや黒座に合わせたね。ワイルドホークは後ろでキルを取りに行きます。さあここでどれだけキルが発生するかが大事。ここは絶望のダブルキル。さあハープンガンで物資を取られたがキルポイントは入った。現在94ポイント。さあ圧をかけている。さあ目の前落ちてきたレーナ、ここは落ちてきたついでにアーマーもカットしていった。さあ目の前逃げている敵を見つけてワンエイム。うわー、もう一人倒して、なんで生きてるんだこの男、強すぎる。一気に3キル稼いでローグラを全部蹴飛ばしてしまった。サブマシンガンとショットガンがあればこの男の横に出る者はいない。さあ後ろからエイムやられていくが、ここは一旦さあ上に逃げていきます。さあミニポンも2つ、まだもう1チャンスあります。 HP をフルマックスにしていきます。うわ、ここも倒しちゃうんよ。さあアレンを倒してさあ上からのヘイトをもらってるが、現在102ポイント。後ろから突っ込んできたやつやられるが十分でしょう。そしてハイグラにはハルキオフレダ。さあアンチ外で耐久している人もしっかりと見ているフレダ。さあ3試合目はゲームウィズが勝つのか。さあアルバ、ナルがいる。さあゲームウィズ VS、 さあアルバのバトル。さあアンチ外から行って、さあアンチ内の敵を倒していく、回復で、ラストのアンチ外も気づいているかハルキオ。さあ目の前壁立てて、さあ最後のナルをさあ倒していくのはハルキオ。3試合目取ったのはゲームイズハルキオフレーダー選手です。おめでとうございます。ね、ハルキオさんね、そうじゃん、2試合入れてないのに。え、そうじゃん、やばくない？2試合入れてないのに結構順位上の方じゃない？おー、すごい。 Y4、 さあ Y4 が1位、鳥が97ポイントで2位、さあアレンたちが3位、バッコーが4位、ゴマ5位、ネケロが6位、シャモキ7位、ノアが8位、ナルが9位、アリスが10位。うん、ハルキオさんたちすげえ、3試合目しか出れてないのに19位まで来てるよ。やっぱさ、フォートナイトのさ FNCS マジカロリー使う。さっき飯食ったのにお腹減ってきた、みんなどうしよう。